はい、こちら亀本です。リアル誤真実をぶちかます。はい、ということでですね、モンドズクッキング始まります。ですね、今日なんですが、モンドクッキングなんですけども、料理をね作りながらちょっとこう思うところとか、あとコメントかな、コメントでちょっと一部いただいたのを返そうかなと思います。はい、よろしくお願いします。こういった形で行えば有意義ですよね。ですか、で皆さんもね、やっぱりそれちょっと個人的なものも多分見たいでしょうから、当然。はい、いきます。ちょっとですね、今日簡単にいきますよ。油を敷いて、もうちゃちゃっていきます。ちゃちゃっと、これね、ライトつけてるから暑いんですよねあのキャンプをイメージしてるから余計暑いんだよな、これ。はい、いきます。暑いんだ、これが暑いんだ。でね、これちょっと別々に行った方がいいかな、難しいかな、これちっちゃいからな、一回やった方がいいのか。ちょっといきます。ですね、エリンギでいいんだよな、多分な、名前な。エリンギと、それからね、ナスをもうすでに切ってあります。それを入れます。ちっちゃいんだな。ちっちゃいっていうか、多分でかく作りすぎなんだろうね。こっちもね。はい。あっ。多いな。ちょっと多いな。はい、です。ちょっとこれカット。やっぱりコンロ使いますよね。何かあった時はコンロでいけます。はい、ちょっとだいたいこう軽く火通して、結構いっぱいですね。ちょっと大きな酢買っちゃったんですよ。 でかいから入んないんだな。エリンギ全部切っちゃったし、ざっくり入れちゃったし、でもこんなもんかな。ちょっと油加えて、油っていうかオリーブオイルね、オリーブオイル軽いんだ。ちょっと全体的にやったらまたちょっとね、熱っ、ちょっと熱いし余計熱いな。はい、ちょっとね、ちょっと入れて、実はね、もうお腹減ってるんですよ、めちゃくちゃ。本当にね、さっと入れるやつじゃない。ちょっとやりながらいきます。ですね、このぐらいさっとさせていただきます。そうですね、ちょっと選ばせてください。ありがとうございます。いいですか、ね、コメントいただいてありがとうございます、ね、いっぱいありますけども、ちょっとね、選ばさせてください、今回。いいですか。ですね、TM1974 さん、河合先生、お疲れ様です。SNS 誹謗中傷に関しては、政府も動いたようですが、木村花さんや元からの久原さんを死に追いやった指殺人者に対しては、厳罰に処するべきではと思います。指殺人者ね。指殺人者というか。身元が判明したやつらは罰金などという生ぬるいものでは、なく、身柄拘束送検裁判ではきっちりと懲役刑を下してもらいたいです。木村さんの試合動画や久原さんの追悼写真集を見かけたものでつい感情的になってしまいました。申し訳ございません。いえ、いいですよ。私も同じ気持ちですよ。
本当にね、ああいうやつらはね、本当だもうもうね、なんでアンチもそうだけど、なんだろう、匿名でやるやつは特に卑怯だな。うん、自分で責任持って言いたいものがあれば言えばいいね。ね、で責任を負うのは怖いでしょ、結局は。だから言わない。ダメですね。うん、そこがダメなんだよ。はい。そうですね。指殺人者。この桑原さんのは、この元からのね、桑原さんはちょっとのことはちょっと調べてないんですよ。またちょっと調べさせてください。いろいろわかると思いますよ。はい。ですね、すいませんね、本当皆さん全員やりたいんですけど、米返したいんですけども、すいません。これ鈴木亮さん、友達と会うのはどうなんですかねっていうのは、友達と会うっていうのはこれは自粛の話ですか、要請の人と会ったりするのはどうかっていう話ですか。友達と会うのはいいんじゃないですか。うん、まあ、友達と会うのはいいんじゃないですかっていうのもちょっとおかしいか。どうなんだろう、今の自粛の状態、義務とかだったらそうだな、マスクして、やっぱりマスクしてソーシャルディスタンシングを実行すればいいんじゃないですかね、距離取れば。うん、と思いますよ。はい。ですね、ゲーム実況の方もね、いただいてるんですけども、うん、いっぱいいただいてるんですけども、ちょっとこれまた別の時にこのようにさせてください、すいません。ですね、皆さん本当にね、いっぱいいただいてますよ。本当にね、なんだろう、青葉容疑者もね、本当とんでもないやつですよね、こいつもね。とんでもないんですけど、生かすことによって、いろんな動機がわかるっていうのは、この私たちのため、うん、私たちのために、やるってことですよね。私たちがこれから生きていくときに、やっぱりそういったコピーキャットとか悪いやつが出てくるので、青葉の考えてることを、理解しておけば、いろいろと誤信としてプラスになるってことは、そういう意味です。犯罪者心理を知るってことはすごく大事なことなので、これからの犯罪の動向、傾向っていうの、動向っていうの、そういうのが分かるんですよ。だからそういった意味もあります。はい、あとはやっぱり遺族の方がね、やっぱり、なんだろうな、スッと死んでもらったら嫌じゃないですか。いろんなこと聞きたいしとかって、いろいろ多分、そういうことを思ってみえると思うんですよ。多分私も同じこと思うと、同じことあったら。うん。だから、すぐ死ぬっていうのは良くないな。そういうこともあります。楽ですもんね。楽にさせるってのはダメじゃないですか、やっぱり。これから生き地獄じゃないですか、逆に言うと。あんだけ火傷してるから。もう楽になることないですからね、はっきり言って。はい、そうです。これは青葉容疑者ですけど。はい、今ちょっと出しました。移して今度チキン入れます。そうなんですよね。で、あとはそうですね。うん、河村翔平さんもね、うん、あ、そうですね、ハングレスプレー悪用は、催涙スプレーアンチの人がある意味で攻撃材料にしてしまう恐れがあるので、よくありますよね、事件が起こるとね、うん、これも何でも一緒なんですけどね、銃でも何でも一緒じゃないですか。それやっぱりやっぱアンチの人間はね、そういうことを攻撃材料にしますから、誤信具は免許制届出制とし、悪用や紛失は刑法で裁かれる世の中になってほしいと思います。これは私も同じですよね、意見としては。で、日本誤信用品協会も同じような形で、やっぱりこう合法的に、携帯できるというのが一番いいんじゃないかなっていうことですよね。あと身元が分かるようにするところです。で、サイレスプレー、いわゆるゲームチェンジャーの 4類型、全てに通じる素晴らしい誤信具です。サイレスプレーによる誤信のパイオニア的立場であることが、即将来につながるチャンスです。非合法化されるわけにはいきません。うん、そうですね、私もそう思いますよ。はい、やっぱりね、弱者がどうやって見守ればいいか。で、例えば強者であっても、ね、その強者であっても、その自分自身の肉体のこの能力、もしくは格闘能力を上回るものが人間が出てきたら、素手では勝てないわけでしょ。これ考えたらわかるじゃないですか。これ私も何回もホームページで私出したことありますよね、かなり昔。で、理解されてる方は理解されてる方だと思います。自分以上のものが来たら、じゃあどうするのっていう、その答えに答えられない人が多い、とにかく強くなればいいと思ってる人が多い、肉体的に。そうじゃないよっていうことです。で、あなたも弱者になりますよって、弱者になる可能性がありますよってことです。だからね、凶悪犯罪には誤信具だとか、あと複数もそうだけど、有効な手段を取ろうっていうことですよ。まあもちろん場所によるでしょう。アメリカだったら銃手に入れることもあるでしょう。はい、そういうことです。まあ、日本だったらそうだな、誤信具かな。はい、それで、いきますね。あ、鈴木亮さんね、これに異文化が加わると話はさらに厄介になる。彼ら悪気なく日本人を不愉快にする。それを伝えてもいまいち理解できてないから、これまた問題が、解決から遠ざかる。日本だけの問題じゃないけど、
日本だけの問題じゃないけど異文化が混ざっている地域特有の問題であります。ただね、私ね、シドニーでずっと暮らしてきてるじゃないですか、ね、まあ、その前メルボンにもいましたし、まあ、ハワイだってそうですけど、基本多国籍なんですよ、どこのとこも。だから私は外国人うんぬんとか言いたくないし、ね、私の家族もそうじゃないですか、ね、ハーフだし、だからそういったこと言いたくないし、多国籍文化っていうのは私はいいと思うんですよ、すごく多文化ってすごくいいと思うんですよ、うん、なんだろうな、いろんな国の方たちの考え方が合わさって一つになるっていうのはすごく私いいことだと思うんですよ、絶対これいいことだと思う、閉鎖的なよりは絶対いい、だけどなんだろうな、これね、シドニーもそうなんですけど、まあアメリカもそうだよね、アメリカ一番急先鋒だから、そういうのは多国籍にするっていうこと、もしくは多国籍、他の文化がその国に入ってくるってことはいい部分も取り入れるんだけど、悪い部分もどうしても出てくるんですよ、これはネガティブな部分がどうしても出てくる、これしょうがないですよ。だからといって私は外国の方を排斥するとかね、差別するっていうのは、これは絶対ダメと思いますよ。ダメです、これは絶対に。いいですか、私の立場も分かってください、絶対ダメですよ。なんですけど、やっぱりね、その犯罪組織というかそういったものも入ってくるんですよね、うん、だからそこだな、うん、難しいのはそこで、やっぱり私も誤信を考えなきゃいけないし、やっぱり体が大きいし、向こうは力もあるし、犯罪に長けてるしっていう人間が入ってくる、武器の使い方も知ってるしっていう、ね、それに対して私たちもそれを上を行かなきゃいけないから、やっぱ素手では限界あるでしょ、わかりますよ、だから海外で私暮らしてきたら余計に分かるんですよ、多国籍のところにいたから、それもあります。だからそうなんですよね。あとはね、やっぱりね、私外国の方にも言いたいのは、なるべくなんていうのかな、やっぱ強引にいれば強引に従えで、日本のやり方知らなきゃダメ。当たり前、こんなの。日本人がオーストラリア行ってもしょう、そう、オーストラリアのやり方に従わなきゃダメ。アメリカ行ってもそう、その国のやり方に従うのは当たり前。それに反抗するのはおかしい、ね。だから例えば日本だったら、そうだな、なんだっけ、ありましたよね、雑音でしたっけ、結構大声で出してわーわーわー言うっていうのは話なかったでしたっけ、誰でしたっけ、鈴木亮さんでしたっけ、すいませんね、ちょっとコメント私バーって見たかないけど、やっぱりね、アンソーリンクさんでしたっけ、要は隣人で外国の人がいてわーわー声を大声出すっていう、それも要は日本の文化理解してないでしょ全然、だからそれがダメなんですよ。だからズバンって、私だったら多分ズバンって言います、はっきり英語とか言います、ズバンって言います。だからそこのところをやっぱり理解しなきゃいけないと思う。他の国にいるんだから、その国のやり方に従うのは当たり前、常識、はい、そう思います。だからそのなんだろうな、やっぱり日本だから、ここは日本なんだから、日本語喋れなきゃダメだし、日本のことを理解しなきゃダメだし、日本の文化に従わなきゃいけない、当然、はい、そこでいろんなことが生まれたりするんですよね。いろんなところでいろんな差別とかが生まれたりもするし、いろんななんていうのかな、コンフリクト、ちょっとこう争いが生まれたりして、そこからちょっと犯罪組織が生まれて、まあいろいろあるんだと思うんですよ。だからこれから増えてくると思うんですよ。じゃあだからといって、じゃあ鎖国っていうのもう封鎖して、全部海外からの輸入だとか全部輸出も全部断ってしまって、鎖国状態にしていいのっていうと、私はもうダメだと思います。それは日本って特に、なんだろうな、すごい国だから、私分かってるから、海外にはいろんな会社を送り込んでるし、いろんな国の役にも立ってるし、技術も、日本の技術が素晴らしいから、だからそれを断つってことは日本の国益を削ぐってことになるからダメです。日本にはもっともっと、日本の企業の方もそうですけど、海外に出てもらいたい。日本の凄さってもっとこう知らせてもらいたいと思います。日本ってすごい国だから。だから閉鎖するって、封鎖的、鎖国的っていうのにするのは私は反対ですよ。いいことはない。絶対。国益として。私、日本はもっとすごい国になってもらいたいな。はい、そうです。はい。ですね、これ鈴木亮さんね。ナイトメアリュータさん、はいね、いただいてますよね、いっぱいね。アモンドさんの娘さん、綺麗です。本当ですか、ね、ドン引きするぐらいのアモンドさんが見れるの楽しみ、ね、あこれ誰でしたっけ、ああね、ゲームもね、そうそうそう、ゲーム実況もね、ちょっと弾けますから、私モノマネいったらいろいろやってくるんで、よろしくお願いします。ですね、そうですね、モンドさん、米返し嬉しいです。黒木代表とまた打ち合わせ予定があるとのことで安心しました。安心しました。はい、そうなんですよ。表に出てないことっていっぱいありますから、皆さん、あんまり気にしないでください。はい、いろんなことが水面下で進んでますから、大体。大体そうじゃないですか、どんなことでも。水面下じゃないですか。増幅筋と首の筋肉発達してますね。あ、ここですか、これですか、この辺ですか。また椅子の破れの時のモンドさんのリアクション可愛らしいです。
そうです、可愛らしいですか。どうですかね、筋肉ありますか。筋肉ね。ちょあるかどうかわかんないですけど、はい、いきます。ですね、ありがとうございます。周秘馬さん、職場の防犯対策で犯人役やったけど、本気でやったら逃げれるなと思った。さすまたのやつですよね。逃げれるなと思ったとか、そういうことですか。はい、すいません、ちょっと今音すると聞こえなくなっちゃうと思うので、一回まずいきます。ですね、ダスキンセインさん、ダスカンセインさん、ですね、そう、こういう些細なところもきちんと説明してくださるとコモンドさんたるゆえんといいますか、らしさであり尊敬しているところです。あ、一回一回私が説明したところですよ。ゲーム実況をやるからそこから多分遠ざかっちゃうんじゃないかっていうのを私はちょっと危惧して、皆さんがそういったことって絶対あると思うんですよ。それはスパガさんともちょっとお話しさせていただいたんですよ。そこのとこもしかしたらっていうの、もしかしたら多分ちょっとゲーム実況行くと皆さんがやっぱり考えて心変わりして去っちゃうかもっていうような話はしたことあるんですよ、うん、だからどうだろうな、うん、だそこを私変えたいと、そこのとこはやっぱり気持ち汲み取って、皆さんのちゃんとそこは分けたいと思うんですよ。ゲーム実況でってやって、ちょっとお茶目なとこ見したり、面白いとこ見したりとか、ちょっとバカバカしいとこ見したりしてっていう。でもこっちはこっちでっていう。だけど、ちょっとゲーム実況の方にも、ご神的なもの入れたいみたいな。わかりますかね、これ気持ち、うん。結構大変ですよね。頑張ります。お願いします。ですね、本当皆さんね、ありがとうございますね。理解していただいて、今回のことも。はい。アンソーリンクさん、アンソーリンク77さん、モンド先生は適応能力が高いので何にでも挑戦していただきたいです。英語が堪能なのも強みがありまして、はい、これね、あ、ゲームですね。ちょっといろいろやってきます。本当にいろいろやってきます、はい、もうスパガさんともいろいろお話しさせていただきました、はい、あのスパガさんとは私完全に生配信で、あの顔を素顔を私見させていただきましたので、はい、イケメンですね。そうですね、私がいいのかな、おっさんがいいのかなっていう、この実況やっていいのかなっていう、ちょっとそういった気持ちもありますけどね、こんなおっさんが。はい、頑張ります。ですね、のりふみ氏ご帰宅名、のりふみ氏ご帰宅名、はい、ちょっとすみません、名前からです。一言一句全てに共感します。人間の潜在能力の多忙はすみません、外見では判断できません。突発的事態に緊張し、対処を戸惑っているうちにやられてしまうと思います、うん、躊躇しているうちにやられてしまうということですね。そこですよね、うん、そこはね、難しいんですよね。ああね、これあれですよね。あ、小島のやつですよね。うん、外見的なものでは分かんないっていうね。相手の能力は分かんないので、外見的なものでは。で、あれ小島容疑者のように、あんなちょっとおとなしそうな外見でもわーっとこうなったりするんで、そういったこともありえますからってことですよね。気をつけましょうって話ですよ。はい、あ、ちょっとですね。ですね。ね、すいませんね、このね、スマホのね、ダメだな、これちっちゃいんだよな、これ字がちっちゃいんだよ、これがなんかこのちっちゃいんだよな、これがな、コンピューターでやると、PC でやると分かりやすいんだけどな。ですね、これで、あ、一部、私これ返答したのあるな。ストライダー馬福さん。ストライダー馬福さんの言っておられることと、あ、アンソーリンク77さんの言っておられたことを私、言ってます。オーストラリアのこと。オーストラリアにギャング組織が40以上あるってやつと、あとは、ストライダー馬さんの、馬福さんの、ハングレと揉めたってやつ。ね。あと、カランビット所持してたっていうやつですよね。これ私ね、もう一つ動画作ってます。すいません、この後になると思います、はい、前になるのか後になるのか、ちょっとすいませんね、そこのところ、ここの動画の中に入ってないです、はい、返答しております。ありがとうございます。はい、いきますね。
芝居にしんさん、ハングレ探知機あったらな、名前はハングレーダーで。ハングレーダー、ハングレーダーいいな、ハングレーダー欲しいな、これハングレーダーあったら絶対見つかるだろうな、ハングレーダーね。あー TM1974 さんもね、これもそうですね、あのミネソタ州のミネアポリス市で起きた白人警官によるアフリカ系男性の押さえつけのやつですよね。これもちょっと別でいきます。はい。別でいきますね。東京アマさん、隣人も怖いが、昔強迫性人格障害の母親に包丁で殺されかけた身内は怖い。これちょっと危ないですね、うん、そうなんですよ、身内に対する護身術ってむっちゃくちゃ難しいんですよ。これ本当に難しい。これはもう私もう身をもってわかります。身内に対する護身術むっちゃくちゃ難しいです。多分最強じゃないですか。まあ、最強って言い方おかしいか。最強って強。一番難しいですよ。いつやられるかわかんないのもありますしね、はい。これちょっと気をつけていただきたいと思います。これは難しいです。またいろいろと対処法もね、言っていくといいと思いますね。はい、猫バスさん、自粛の一人暮らし、おそらく会話する相手もなし、物音や些細なことに立腹してしまうんでしょうね。犯人を擁護するわけではないですが、騒音の意味では日本の建築にも相当な問題ありますし、我慢の限界だったんじゃないかなと思います。そうですね、ありますよね、薄い壁ね、あれね、薄すぎるとダメなんですよね、やっぱね、バンバン聞こえますからね、これちょっとやっぱりな、しょうがないよな、この建築の問題な。そうするとやっぱりお互いとお隣さんとしっかりとお話しして理解するっていうことだろうね、このお互い理解するってことが大事なんでしょうね。しばにしさん、これね、これだけ注意。迷惑隣人をカンプナまでに叩き潰すのは得策ではないんですか。かなさん、亀井さん、こじれませんよね。いや、カンプナまでに叩き潰すのは良くないと思います。隣人だから余計です。いろいろ面倒くさいです。あの寝込みを襲われると火つけられると面倒くさいことになります。だからそこのとこです。もうこれダメだってなった時はもうやってしまうってこともあるかもしれないさ。やってしまったら自分から先制攻撃ダメですよ。向こうから来たやつに対する防衛としての護身として身を守る時にガッツリいくってことですよ、うん、それはあるかもしれないさ。サイレンスプレー使ったらガッツリするってことはあるかもしれない。相手が襲ってきたりなんだけど、その後のことも考えなきゃいけないんで、もうするとまた面倒くさいことになるかもしれないですよ。これ本当に、うん、あの法的にもね、いろんなことがダメですよ。ジャケパッパーさん、初コメです。スパさんのこと好きな中年です。今後のゲームボーラーを楽しみです。ありがとうございます。頑張ります、はい、まあ、これぐらいですかね。ちょっとね、あとね、ケイシというスペイン武術で、佐藤博之さん、スペイン武術でケイシは護身術として役に立つと思いますかっていう、これね、これだけいきましょう。これなんですけど、ちょっと料理作らせてください。ケイシってあるじゃないですか、格闘のこういうやつ、まあ、私ちょっと合ってるのかどうか、要は肘とか膝とかブロッキングみたいなのがあるんですよね。あの使えるのかっていうのをちょっと私ね、衝撃発表します。ケイシは護身術として使えるのか使えないのか発表します。ケイシは護身術として使える、はい、使えるでした、はい、私が決めたらちょっとあのね、まあそれはどんな格闘技の武術でもそういったいろんな側面があるじゃないですか。だから何々がどうだとかいうことじゃないんですよ、基本はね、うん、ただなんだろうな、ケイシーのやつ私ちょっといろいろ見させていただきました、うん、でね、なんだろう、多分ね、皆さんね、このなんだろう、やっぱり護身のプロに聞きたいことってあるじゃないですか。護身術をやってる人、護身術のプロの人にいろいろ聞いてみたいって、これどうなんですかっていう。なぜかって軽視を別に護身術を学ぶためにやる必要もないわけじゃないですか。健康のためであったりだとか、あとフィットさせるためだったりとか、あと他の格闘技に利用するため、有効利用するために、使うとか
っていろいろあるじゃないですか、ね、方法が。だから、なんだろうな、一辺倒じゃないんですよ、必ずしも誤診だけじゃない。なんですけど、私が思ったのは、私はね、DVD でも公開したことあるし、動画でも公開したことあるんですけど、あと、武道講座かな、武術講座か、あちらの方でもちょっと行ったことあるわ。法的に、例えばこう相手が殴ってくるときじゃないですか。まあ、凶悪犯罪の話しないですよ。凶悪犯罪の話しないですけど、例えば喧嘩になったとか、ね、で、相手からこう襲われると。で、なんとかこれを防がなきゃいけないとか、いろいろあるじゃないですか。その時に、まあ、会議でやめてくださいの状態で裁くとか、で、離脱するとかって、これあとカットするとかって、これもすごく大事なんですけど、パンチが来た時ね、パンチが来た時に、そのパンチに合わせて、肘でブロッキングしたりとかする。わかります?肘でブロッキングしたりする。やめてください。まあ、こうでもいいんですよ。明らかに肘で潰すの、潰す形は良くないですけど、ブロックしてるという体で、ブロックしてるという体で、相手の拳を潰すっていうのは、私は悪くないと思うんですよ。うん。相手殴ってきてるのに、たまたま当たったってこともすればいいから。わかります?そこでも大事ですよ。正直言ったらダメですよ。警察に、供述書っていうの、あれ言ってる時に、いや、いやもう相手殴ってきたんで、僕、警視やってるんで、スペインの武術の警視やってるんで、ね、肘で潰したんですよ。合わせて潰しちゃったんです。それダメですよ、それは、絶対。言われたら、いや、たまたま、やめてくださいで、防護しようとしてたら、たまたま肘に当たったんですよって言うんです。大体ね、相手が思いっきりパンチしてきて、カウンターで肘に当たったら、大体潰れますよ。一発で潰れることもあるかもしれない。だから、やってきたやつを全部ポークすれば肘で。だから、すごく使えると思います。そういった意味で。そういった意味で習っておくと、なんだろう、普通、まあ、凶悪犯罪というか、普通の護身術、なんだろう、対喧嘩に対する護身術としては、私、すごくいいと思いますよ。特に、特に。はい、皆さん、警視習ってください。いいと思います。はい、ということです。すごくちょっと得意な動きですよね。特別な動きしてます。いいですけど、こう。すみません、ちょっと私は分かんない。はい。まあ、大体そういうことです。私は何かって言ったら、そういった喧嘩に対する護身術、法的にもクリアするための喧嘩に対する護身術として、なんだろう、利用できると思う、すごく。警視っていう格闘術は。びっくりしたでしょ、ね、護身のプロがまさかこんなこと言うと思ってないでしょ、またモンド文句言うんだろうな、どうせとかって思ってるでしょ、どうせ思ったでしょ、そんなことないですよ、ちゃんと見てますから、ちゃんとね、そこのとこは私ちゃんと切り替えてますから、使えるのか使えないのかどうなのかっていうところはちゃんと見てるんで、そんな何でもかんでも私はこういうっていうのはないです。でも格闘、さっきも言いましたけど、格闘技自体がね、いろんなことに応用効くから、防止として、うん、だからやった方がいいですよ、やった方がいいです。だけど自己無敵病になったらダメだし、相手が自分の力を凌駕したらもうそれでダメだし、習うのは絶対やっとかなきゃダメだと思う、うん、だから皆さんね、バットマン知ってますよ、バットマン、バットマンってあんだけ体鍛えてウェイトもやって ね格闘術もやってやってきてるわけじゃないですか。だけどハンズボンだから熱い、ね、熱いな、オイル熱いわ、熱い拷問だろこれ。でもね、なんだろう、熱そう。でもね、バットマンって格闘術も使えるし、ウェイトやったりして体バリバリ鍛えてるじゃないですか。特にベン・アフレックやってウェイトやってる、あれ、必須なんですよ。必須なんですけど、だけど、バットスーツね。バットマンスーツって防弾仕様とかなってるでしょ。で、武器もいろいろ使うでしょ。銃を無効化するやつとか。銃をセンサーで無効化するやつとかあるじゃないですか。バババババみたいな。銃が使えなくなるやつとか、あと、なんだっけ。バットモービルとか、バットタンクみたいなやつ。ね。それから、何やねん。バットウィング。いろんなの使うでしょ。あと、スーパーマンなんて、ものすごく強いじゃないですか。最強でしょ。でも、バットマン勝ったでしょ。なぜかって、まず、バットマンの、まず、精神的なものも多分関係あるかもしれないけど、使ったじゃないですか、あのやつ。なんとかって言うと、
なんだっけあれ、クリーブランドじゃねえや、なんてあるじゃない、緑のやつ、ね、あれ使ったら動けなくなっちゃったでしょ。あ、ランチャー使ったやつ、あれのランチャー、うん、ああやって頭と動物か、そういったとこだから強いと、バットマン。だから皆さんバットマン目指してたらバットマンですからね。あとなんたらスーツか、こういうロボットみたいな、バットマン帰ってスーパーマン戦ってるじゃないですか。だから私バットマン好きなんですよ、人間だから。外でやりたいな、外でな、うん、これからでもいろいろとアクティビティがねできるようになってきますから、本当にでもね、どうだ、良かったですよね。ちょっとやっぱこう下火になってきてるってのはすごくいいことだと思いますよ。もちろん気を抜くのはダメですけど、やっぱりなんだろうな、その気持ちのこうある程度の解放感必要でしょ。じゃないとやっぱり精神的に病んじゃうでしょ、うん、そう思います。あとちょっとグズ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 って煮て終わり、うん、ちょっと胡椒をかけていいでしょ。ちょっとねネギ、ちょっとネギも入れ、乾燥ネギあるんで、あ、これ乾燥ネギあるんで、ちょっとこれはちょっとかけていいですよ。ネギじゃなくてもちょっと西洋的なものでね、バジルだとかそういうのをかけてもいいですけど、いやネギでもいいと思うな、全然逆に。私はこの役に立つんですよね。ちょっとやっぱり緑ね必要じゃないですか。いいね、おお、いい感じ、いい感じ、来たきたーん。これね、まあ言おうと思った、かわいいモンドがエイペックスに来たー。ベイブリッジは閉鎖、あ、封鎖できませんみたいな。ちょっとダメだな、ダメだな、ちょっと練習してた。ベイブリッジでしたっけあれって、ベイブリッジか、あれハーバー、横浜ハーバーなんかわかんないですけど、それねちょっとゲーム実況でやろうかなと思って、ちょっと違ったモンド出しようかなと思って、いや多分ね、中にはね緊張感のあるモンド見たいっていう人がいるでしょ。そういうモンドの緊張感のあるような、緊張感のあるモンドの動画見たいと思ってる人いっぱいいるでしょ、ね、待ってくださいよ、ちょっとまたいろいろ出しますからね、よろしくお願いします。はい、緊張感ばっかだと私が壊れちゃうんだわ。ずっとやってきてますからね私ね、うん、あのなんだシドニーにいた時なんかはニューサウスウェルステートライブラリーっていうとこあるんですよ、図書館が。そこで犯罪記事ばっかり、まず事前にコンピューターで検索できるんで、インフォクイックだったかな、確かインフォクイックかな、なので分かるんですよ、検索かけれるんですよ、クライムみたいな、犯罪みたいな、ロベリーみたいな、強盗みたいな、いろいろこう検索かけるんですよ、ギャングとか。でその検索ワードで出たやつの、新聞を漁ってきて、それをコピーして、それを一個一個書いてって、どこどこの地区でこういう犯罪ありましたって言って、確か1000ぐらい私やりましたよ、はい、調べてとか、もうすごかったんですから、記事とかねすごいあったんですよ、ものすごい量の記事が。そうなんですよ、だからそれぐらいね、なんだろうな、うん、もう犯罪オタクぐらいやってたんですよ、調査を、ね、
だからもうそんなことばっかり見てたわけ、殺人とか、殺人強姦、売春なんだ、あと強盗、ギャング、麻薬、もうそんなことばっかりなんですよ。だから私はね、そんなことばっかりやってきてるんで、たまにはもうここまで私今来てますから、結構なとこまで来てますから、ね、一回リラックスさせてください、お願いします、はい、ずっとや何十年と私この世界でやってきてるんで、はい、逆に分かりますか、やってきてない人はいいかもしれない、1ヶ月か2ヶ月かその程度だから、何十年だから私は、はい、それが護身のプロと言える、まあ、護身のプロたるゆえんですね、はい、ありがとうございます、はい、できました、はい、見せます、こういう感じです、どうですか、いいでしょう、この感じ、美味しそうでしょね、こんな感じです、はい、やっと私食べれます、お腹が減って減ってしょうがなかった、見た目むちゃくちゃいいなこれ、でネギとかもいいですよこれ、後からね、後から今ちょっと混ぜちゃったんですけど、後から追加でちょっとバーっとかけたら、いや絶対美味しいと思うな、はい、できました、これちょっと熱いんで、行くんですよね、これちゃんとガス外してくださいね、ね、熱いな、熱いな、危ないですからね、ちょっとこっちか、はい、できました、はい、できました、ちょっと時間がありました、もうこのまま足いきます、このまま行くのが一番いい、このまま行くからこそね、やっぱりキャンプ料理じゃないですかね、はい、ちょっといきますね、でね、どういうことかっていうと、コンピューターを持ってきたから、はい、あ、一つ忘れてた、一つ忘れてた、チーズ乗せなきゃだ。チーズ乗せなきゃ。ちょっとチーズ乗せるかな。今から乗せるのかな、チーズ。うわ、今から乗せるか。今からいっちゃうかな。どうだろうな、これ。とろけないかな、熱で。熱いかねえかな。ちょっと、まあ、とろけるかもしれない。さっといけば。結構熱いから。まあ、でも、これね、これちょっと乗せる。あ、でも、いくかもしれないね。まあ大体2箇所ぐらい、2束ぐらいこれをやれればいいです、はい、こんな感じで、こんな感じで、ちょっとこんな感じ、よし、 OK、 いいな、はい、本当はもうちょっとあの熱加えてとろけさせます、いいですか、はい、いきます、いやこれうまいんだろうな、こんな感じです、はい、本当は溶けてます、あ、でもちょっと溶けかけてる、もうすでに熱で、はい、はい、ちょっとね、光を消させていただきました、ものすごく熱いっす、ものすごく熱いっす、はい、ちょっとね、ね、いつものねアマゾンを見ながら食べると、ね、ではいただきます、あ、いってるいってる、中まで火通ってる、結構時間かけたからな、チーズとちょっとこうトマトソースをかけて、うん、うまい、うん、うまいね、うん、むちゃくちゃうまい、むちゃくちゃうまいか、これぜひこれ皆さんやっていただきたいと思います、本当に、何しろぜひ皆さんやっていただきたいと思います、うん、うん、アイスパックをわざわざね下から持ってきて、ここにアイス入れて、でもいいな、大丈夫だな、これ、これ100円均一で買ったやつだ、アイスパック使えるな、持って閉じて、
ね、こちらで、コーラ。娘からも言われました、ちょっと体重測ってみせろと。今度何キロぐらいあんだと。私の記憶が確かならば70キロを超えているはずだ。笑い事じゃないですけどね、70キロ超えるってよくねえな。あ、うまい。よし、うん、うまい料理と飲み物とね、これからあとはね、アマゾンがあれば、アマゾンプライムがあれば映画が見れちゃうんだな。Wi-Fi つながってない。うん、うん、最高。うん、うん、これめちゃくちゃうまいな。成功だったな。味噌和えかなんかにしようと思ったけど、絶対に怖い話。私たちの世代だと、あなたの知らない世界覚えてますかね、新倉岩さんね、あなたの知らない世界です。あの恐れ山が映るとこ一番怖いです、ね、ないだろうな、あなた知らない世界ないだろうな。劇場版本当にあった怖い話、顔を見るな。え、何これ、画像はありませんだって、余計怖いよ。あ、でもプライムで見れる。あ、なんだっけこれ、なんか見たことあるのかな、わかんない、覚えてないな。心霊スポットに行って、で顔を見るなってやつだって。何それ、なんか料理はなんか適当にその日であるもの作っちゃってるから、料理が日々進化してるような気がする。うまくなっていってるんだろうか、どうなんだろう、勘違いなんだろうか。あれ、めちゃくちゃ重たいな、なんでだ。うん、うん、時間ちょっとかかっちゃうな。はい、ね、はい、それではですね、今日はこれで終了いたします、ね。ちょっとね、またあのコメント等ありましたらですね、ぜひ、コメントしてください、ね。それからですね、あと質問ですね、質問の方もコメントの方に入れていただいたらですね、回答できるかと思います、そうですね、まあ、コメントに入れていただくというのが一番いいかな。メールをくださるということもありますけど、ちょっとコメントだと長くなるとか言いにくいとかいうことであれば、メールの方にくださってもいいです。いろんな情報だとか、いろんなことがあったら教えてください。はい、回答できることは回答できると思います。はいですね。そうですね。はい、それではですね、終了いたします。ではまた次回お会いしましょう。リアル護身術をぶちかます。中山筋肉。